こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。これはちょっとなんか続けようかなと思って、はい、やっていこうと思います。はい、それでは今日は無課金サブアカ柴犬丸やっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、仮面ライダー黒部課長。はい、僕もね、仮面ライダーはね、本当一応大好きなんですよ。あの龍騎に一番ハマったんですよね。はい、ほんまに。いやー、そんでね、スコナーカンとまだ仮面ライダーコラボガチャ、あの無料分のなんかログインだけでもらえる無料分しか引いてなかったんで、早速引いていきたいと思います。はい、クリア報酬開催記念仮面ライダーガチャから引いていきたいと思います。あの僕龍騎のあのオープニングエンディングやったかな、あの曲はその今ほんまにちょっと話題のあのサトシの声優さん、方が、あの松本梨香さんが初めて歌ってらっしゃる、しかも初めての女性がその主題歌を務めるという作品やったんですよね。だからもうすごくね、思い入れのある、なんか言ったけど、なんか星野くん、これもしかして、え、狙い言ってんかったな。まあ、いや、お、ほい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 、カメラでセイバーですね。セイバーオルタじゃないんですね。はい、ここら辺は昔しくないんですよ。龍騎をね、もう僕も大好きで、あ、そう、踏んで無料ユーザー情報購入でき、無料配布36個でございます。ちょうどね、6回引けますね。はい、それではそれをね、全部打ち込んでいきたいと思います。狙いをご説明させていただくと、あの前回の動画でグランエルブやったっけで、ゲットしたんで、ね、僕この仮面ライダー第0号王座4新仮面ライダーが欲しくて、すっごい無効感もあるし、そのまあ 2way もあるし、実行も強化もあるし、素で雲耐性持ってるっていうことで、でその交換上ね、あのさっきお見せすると、一応、ね、交換はできるんですけど、ちょっとこれを全部突っ込むのはきついと。はい、まあね、兜とかも交換できますけど、もうカツカツ、今引いたから交換できるんか、これもしかして。あ、そう、昨日の時点ではこんな出てこへんかったもん、ほんま。ほんで、ギリギリなんですよ。あと今日、動画視聴ガチャからダンタリオン出ましたね。よかったです。はい、ありがとうございます。それではね、仮面ライダーコラボガチャ、石使って、見せたっけ？見せたな？お見せしたな？石使って引いていきたいと思います。仮面ライダー龍騎、龍騎の変身ポーズはこうやって、ガンって出して、変身って言って変身するんですよ。かっこよかったな。龍騎、もうほんま異質な作品で、おい、ポッピーしか出てこなくない？なんか金卵。ポッピーはあんま知らないんだ、僕。なんと、僕はその、まあ、実はね、その、昔、おお、お、え、ゼロ号ってあれやったっけ、あの、硬直する系でしたっけ、マジかいな。おえ。いやー、ありがとうございます。変身するポーズしたからか、僕、変身するポーズしたからかいただけたのか、マジかいな。これはグランエルブにね、続いてまた強キャラが出ましたね。潜在8枠。いや、この調子は。ナイトの変身ポーズしますか。こうやってバーンってこうやってベルトが出てきて、ミラーワールドの中に飛び込むんですけど、こうやって変身ってやるんですよね。はい。あ、僕、まあ、実はそのね、特撮に憧れて、一時期があって、はい、ブラックありがとうございます。実はね、その昔ね、そのまあ20代の頃なんですけど、身長180センチで、63キロぐらいの、もうほんまシンデレラ体型やったんですよ。はい。モデル体型こうやって。え、シンデレラ体型どっちだよ、あれもう、どっちか、まあ、ほんま、ね、軽かったんですよね。はい。それで、まあ、特撮の、まあ、ね、その、オーディションを、ね、受けたことがございまして、はい、はい。もちろんね、出てないということは、まあ、落ちたということなんですけど、はい。いい思い出ですね。
いや、なんかこうサクサクいってるけど、なんか今思ってんけど、さっきから全部ダイヤちゃう？これも。いやー、頼むで、頼むで。ゼルゴ欲しいんよ、僕。ほんまに。いいの？マジでいいんすか？はい、それでは結果見ていきましょうか。はい、仮面ライダークラブガチャの結果はこれですね。はい、ウィザードさっきクリアして、ポッピー、セイバー、はい、ポッピーで、リバイ、ライダーリバイ、ごめん読めてへん。はい、とブラックサン、ブラックサンちゃう、ブラックサンは僕の好きな、ブラック915で、新仮面ライダー2号。いや、これ、いいっすね。ちなみに王者の変身ポーズは、こうやって、こんな感じで変身ってやるんですよね。いやー、ちょっと交換所見てみましょうか。いや、これね、新仮面ライダー0号なんですけど、はい、全然交換ができますね。いやー、でも悩ましいな。でも、ねえ、仮面ライダー、こんだけいたら、あれ、な、これをね、わざわざ使わんでもっていう感じではあるので、はい。他も見てみようか。ディケイドも欲しいんですよ。あ、ディケイドはちょっと無理やな。はい、ちょっと弾がないわ。カブトもちょっと弾厳しい、厳しいって言っと。ブラックさんちょっと厳しい。はい。シャドウムーン、厳しいね。一応、はい。ブラック、あかんな、これ。何やったら交換できるんやん、ほんま。何やったら交換できる。はい、もう A でさ、長くなるんで。はい。それでは、今回の動画はこれにて終わりたいと。あ、結果で終わりましょうか。はい。はい、それでは、今回の動画ね、これで終わりたいと思います。はい。何をと思ったっけ？あ、そう。ぜひ、この動画が良かったよっていう方は、チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。僕、ね、昔、お芝居をしてたことがあって、もうそこの、その事務所で、もう一応ね、その仮面ライダーのオーションあるんやけど、みたいに言われて、受けたけど、ナリーダーになれなかったんですけど、まあね、ここ、東京、もう、10年の時を経て、仮面ライダーコラボガチャで、神引きするという動画でした。ありがとうございました。よろしければ、概要欄の、活動一覧というところにね、僕の SNS 全部詰め込んだものがあるので、そこもぜひチェックして、何かお好きなもの一つでもね、フォローしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。